こんにちくわ。こんちくわくらめだから。どうもー、親父ベースのヒデです。北国札幌のアクアリストで、夜な夜なガレージにこもりながら DIY 作業に没頭しております。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。お疲れさんでございます。親父ベースのヒデでございます。いつもありがとうございます。今日はですね、親父ベースのブース部分からお送りしたいと思うんですけども、いやー、びっくりしましたね。びっくり、今日ですね、6月の今日は12日かな、土曜日なんですけど、突然ですね、親父ベースのインターホンが鳴りまして、何かが届きましたね。その開封をですね、これからねしていきたいと思うんですけども、その前にですね、今日は、ね、スペシャルゲストをお呼びしておりますんで、その開封をね、心待ちにしているゲストがやってまいります。どうぞ、親父ベースのね、娘ちゃんでございます。よしよしよし、はい、お疲れさんでございます。はい、娘でございますね、親父ベースの娘でございます。すごいね、これ楽しみでしょ。開けて、これから開けていこうか。今ちょっと自己紹介しようか。娘です、娘ちゃんですって。これこんにちくわ。こんにちくわって何？こんにちくわこんにちはでしょ。こんにちは、親父ベースの娘ちゃんでございます。パパの娘ちゃんです。パパの娘ちゃんでございます。ずいぶん顔の大きさが違いますけどね、遠近感があるので仕方ないんですけどね、よろしくお願いいたします。どうもどうもどうも。よし、これですね、親父ベースの、ね、熱いリスナーさんなんですけど、ね、ガヤンチというね、ガヤ&アンチメンバーという通称ですね、ガヤンチと呼ばれるね、そのメンバーさんの中でも筆頭のハンニバル AP さんね、いつもね、お世話になっておりますね。浅草でね、ブイブイ言わしているハンちゃんなんですけどね、ハンちゃんから親父ベースね、2000人登録者達成いたしましたので、そのお祝いとしまして、今回ねこれをね、いただいたわけなんですね。本当ハンちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でも過去形だと思います。ありがとうございます。ということで、ね、これをね、開封させていただきたいと思います。一つは、ね、親父把握してるんですけどね、ですけどその他はほぼ把握してませんので、これからね、楽しみにね、娘ちゃんと開けていきたいと思います。ありがとうございます。まあね、怪しいのはここに書いてね、水草陶器って書いていますね。果たして本当に水草なのか陶器なのかは分かりません、親父はね。じゃあ開けていこうか。さあ、どこから開ける？すごく美味しい。開けよう。もうずっとね、娘ちゃんがね、楽しみにしていて、ちょっとね、待たせてしまったんですけどね。開けていきますね。いいね、すごい丁寧な梱包だね。はい、取れました。はい、おめでとうございます。さあ、ゆっくり開封してくださいよ。じゃーん、見えない。はい、安定のね、アクアリストあるあるのね、新聞紙でございます。3月7日までね、これ何新聞？中日新聞でございます。昨日の関係ない、今の関係ない。なるほどなるほど。おー、なんだ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 、いっぱい入ってますよ。ファンちゃん、ありがとうございます。なんだ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 、ゆっくり見ていこうか。ちょっとね、画面がね、今回ね、カメラ一つなんで、ゆっくりと行きましょうか。はい、どうぞ。あー、ロカボーイ M か S かな、 M かな。ありがとうございます。新品だよ、新品。
新品ありがとうございます。ロッカーボーいただきました。なんだ次。あ、なにそれ、一番好きそうだね。リラックマン、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 リラックマンいただきました。ありがとうございます。ね、映ってないなんかね、リラックマン。はい、次はミッキー。ミッキーいた。へえ、何このミッキー、超レアもんじゃないこれ。お、かっけえ。これ ろうそくじゃないの、しかもこれ超レアもの。ミッキーいただきました。ありがとう、ありがとうございます。かわいいねこれね、レアものミッキー。これロカボーイいいよね。これもついてた、ね、これもついてた。あ、これ大丈夫。違う、これロカボーイ、ロカボーイ。これどれどうでもいい。そうそう。あ、なんだろう。いや、なんかいっぱい入ってるよ。いっぱい入ってるよ。これ何？ちょっと開けてみようか、待って。コップ。これ割れちゃいそうだよ、これ。割っちゃダメだよ。ダメでしょ、これ。だから気をつけてね、開けるか。今気をつけて。よし。いや、嬉しいね、まゆちゃん。あ、これも。あ、まゆちゃん、見た。娘ちゃん嬉しいね、これ。あ、これも。はい、まゆさん。おー、ムーンアイズカップ。おー、マグカップ、ちょうどいいサイズ、日本酒にちょうどいいじゃない、これ。ありがとうございました。ありがとうございました。親父が大好きなムーンアイズでございます。いやー、嬉しいなー。ムーンアイズ入りました。ありがとうございます。また、またムーンアイズ？しかもこれね、こっちで手に入らないやつですね。どっちが見ないんじゃない？かっこいい、かっこいい、マジか、めちゃくちゃかっこいい。このムーンアイズのこれなんだろうね、プラカップっていうのかな、なんかこうあれがね、かき氷とか入れてくるんですかね。めちゃくちゃうまそうだ。これでまた生ビール、マジでムーンアイズ、いや最高だね。プリッカジャン、またまた。おお、これはもしかしていいやつですか。どうぞ開けてみましょう。いやー、ハンちゃん、このね、娘ちゃんがテンション上がってます。ありがとうございます。ありがとうございます。何があるのかな？何？来た。来た。おー、なんだこれ。え、マグネットだ。あ、これあそこの冷蔵庫に貼れるやつ。しかも本物かな。あ、キラキラシールがついてる。これシール、これシールだ。おしゃれだね。そのまま使うからね。これ、これ娘ちゃんにあげない。ダメダメ。半分こすんの？いいの？パパキラキラで。え、めちゃくちゃかっこいい。キラキラシール。黄色シール。イエーイ。次。なんだこれ。わかんない。あ、トートバッグじゃない。あー、ちょうどいいサイズでしょ。え、めっちゃ使える。え、これでどうする。レモンサワー買って帰ってくる。レモンサワー買って帰ってくる。これ超かわいいじゃん、これ。はんちゃんからね、トートバッグは娘ちゃんにどうぞって言われる。やった。いや、これパパ欲しいんだけど。やめ、マジで。いや、決めた。いやいや、いいよ、どうぞ使ってください。ハンちゃんの、ハンちゃんのね、指令なんですけど、もう仕方ない。いやー、そっか、マジか、嬉しいな。まあ、とりあえずじゃあ、ね、せっかくなんで、このカップ、マイちゃん、レモンサワー取れる？これ、このカップに、じゃあいただいてみようか。ちょっとジャバジャバジャバ、ありがとうございます。娘ちゃんが入れてくれるかね。いや、せっかくなんで、このムーンアイズ、これなんていうカップなんだろうね。あ、ヒデできた、ヒデたヒデた。はい、ありがとうございます。じゃあいただきますね。おー、見るからに美味しそうだね。なんかアメリカに来たみたいだね。はい、ありがとう。イエーイ。めっちゃいい。めっちゃシャワシャワ、めっちゃシャワシャワしてる。じゃあ初めてのこのね、ムーンアイズのこのね、デカカップ3号ぐらい、400ぐらいのかな、400ぐらいのやつでいただきたいと思います。乾杯。
で乾杯乾杯。次これで飲んだの。うん。ああうまっ。うまいね。なんでしょう。だだん。今日のメインイベント。インカメスって書いてるけど、これインカメスには見るのよね。インカメスって書いてるけど、どう考えてもアピストの梱包じゃないんだけどね。あ、もうこれであと。これね、メダカの卵だよね。いただいた情報では。夜桜っていう、夜桜さんっていうメダカの卵がこのね緑のやつについているんだって。ついてる。そう。これを今日から地下リウムで育てます。あ、これはそう。いや、多分違うと思う。くっついてる。うん、卵ついてるのかな。なんかちっちゃいのついてる。あっちこっちの周りもくっついてるのついてる。なんかちょっとめっちゃついてんの。多分ね、メダカさんは、ね、小学生になってちょっとね、じゃあね、このね、ヨダクラインカさん、今後、地下リウムね、ライブ配信でもあの成長記録ね、撮らせていただきまして、今後ね、活躍してもらえればなと思います。いやー、ハンちゃん本当にありがとうございます。いやー、娘ちゃんもね、大興奮で、いやー嬉しかった。パドル。出たー。あれが水質系と餌かな。ありがとうございます。これからこのね、インカメスと呼ばれるメダカのね、夜桜メダカ。これを、水温合わせしつつ、あの地下リウムにね、ある水槽にドボンしていきたいと思います。いや、ありがとうございます。リラックマ。動くかな。いやー、はんちゃん、ありがとうございます。乾杯乾杯乾杯。いただきます。
よし、開封から、3時間ぐらいね経過しましたん でこれからね、このインカメスと書いてある夜桜さんの卵を開封していこうと思います。密閉された空間なので、まあ、どうなるか分かりませんけども、この環境でね、うまいこと飼育できていければなと思います。まず、太陽の、ね、日の明かりは当たらない場所なんで、この LED のね、光でうまいことできればなと思いますけども、ここにハルちゃん、ありがとうございます。ということで、今日もね、長い間ご視聴ありがとうございました。今日よかったね、地下リウムにね、夜桜さんの卵が放流されましたということで、これからね、楽しみだね。うまいことね、育ってくれてね、成長してくれればいいなと思うんですけど、親島でメダカの飼育がね、盛んでね、いつもは、アピストグラマ、大型、ね、アローアナ、あとポリプテルス、その他は金ペコ、あとはチカリウム、日本淡水魚ね、ニジマス、ヤマメ、イワナ、オショロコマ、まあ、その辺をね、まあ、いつも飼育はしてるんですけど、チョウダメもういないっていうね、クジラいないね、金魚、マグロいないね、美味しいよね、あとはイカいないね、エイ、ね、というわけでもね、メダカちゃん、今後ね、地下リウムのライブで成長具合もね、公表できていけばなと思いますけども、どうなんだろうね。そうですかね。なんかすぐね、孵化するよってハンちゃんは言ってたんで、まあ、とりあえずね、これからのね、成長配信ライブ、ね、楽しみにしていただければと思います。はい、ということで、おやじベースではですね、毎週ね、週に2、3回ライブ配信しておりますので、ね、そちらを見てください。概要欄にね、インスタグラム、ツイッター、おやじベースショップのね、アドレスも貼ってありますので、そちらもね、フォローよろしくお願いいたします。ということで、娘ちゃん、久しぶりの登場でしたけど、今日はどうでした？リラックマが怖かったです。リラックマ最高でしたね。お尻、フリフリしましたね。お尻フリフリしましたね。リラックマとリラッパパどっちが好き？リラックマ。リラックマですか。そう。かんちゃんに負けたぜ。ということで、今日も長い間ありがとうございました。ではまたこの辺でお疲れ探偵でございます。バイバイ。じゃないよ。お疲れ探偵です。チャンネル登録よろしくね。Thank you.
はい。